ビコール語は、フィリピン諸語の語群の一つ。オーストロネシア語族、ヘスペロネシア語族、中央フィリピン諸語、中央フィリピン語群に属する。ビコラノとも言う、バイハルと綴られることもあるが、一般的ではない。フィリピン、ルソン島島南東部のビコル半島の大部分の地域、及びカタンドアネス州で話される。ビコルという名称は、普通、ビコル半島の全域。 タガログ語地域の南部とその東部、及びカタンドアネス島を指すが、ソルソゴン州には、中部ビサヤ語界に属するマスバテソルソゴン語と笑い、ソルソゴン語が分布している。1975年の国勢調査によると、いわゆるビコル語の和者数として292万8245人が記載されており、フィリピン第5番目の大言語ということになる。アルバイ州。 カマリネススル州、カタンドアネス州、ソルソゴン州で、それぞれ支配言語を、カマリネスノルテ州では、多数言語を形成している。上記の和者数は、ビコル小語群に属する下記の4言語の他に、ソルソゴン州の中部ビサヤ語界に属する前述の二言語の、和者数27万人をも含んでいる。ビコル小語群は、同じ中部フィリピン語群に属する、ダガログ語、及び、北。 ビサヤシ語ゴ群と密接に関係している。ナガビコル語、リンコナダビコル語、アルバエビコル語、カタンドアネスビコル語の4言語が認められるが、内陸部では方言差が大きい。エスノローグによれば、ビコル語はマクロランゲージであり、さらに以下の5つに分類する。ラテン文字が用いられている。母音は A、E、I、O、U シーンは P、T、K、B、D、 g, m, n, nan, s, l, r, w, y が認められる。語構成は、節字、重複、合成による。節字は、時性、相、体、数などを表す。多くの節頭字が狂気する。それに対して、節中字、節尾字は、種類が少なく、1から3種類が限度である。重複には、五感の一部の繰り返し、 全体の繰り返し、あるいは、その組み合わせがあり、節字とともに活発に用いられる。そう、反復性、多量性、縮小性などを表す。おはよう。マーナ、AGA、こんにちは。マーナ・ハポン・ PO、こんばんは。マーナ・バンディー、亀井隆河野六郎、知の a 一、言語学大辞典第三関世界言語編三制堂、1992年。 ありがとうございます。